79式対空レーダー装置 JTPSP-9 は三菱電機製の二次元レーダー。対空警戒用のレーダー装置として主として陸上自衛隊の高射特化部隊に配備される。主たる構成品は下記の通りである。空中線部は油圧機構により昇降でき、新長時には地上高 7185mm となる。またし時期には スピースコープが採用されており、目標位置を直行座標形で数字表示できる。なお、このブラウン管と進行破管を除く構成部品はすべて半導体化されている。これら空中線部を含む主要電子機器はシェルタ JSP5 に収容、固定されている。このシェルタは幅 2050mm 奥行き 2950mm 高さ2 8 5 0ト、mm、ルであり、機器を収容しての最大質量は1 6 5 0ラムである。73式中型トラックに搭載して移動できる、他、大型ヘリコプターによる空輸も可能である。主として、四段、旅団冷下の後者特化大隊、中隊に配備されており、大隊本部には79式情報受信機1号、JTRRS1 が、 射撃単位部隊には79式情報受信機2号 JTRRS2 がそれぞれ配置されて、本機からの目標情報などの受信に使用された。現在では、新型の低空レーダー装置 JTPSP18 への更新が進められているが、こちらは X バンドを使用することでシステム全体を小型化しており、高機動車1台で完結する。 機動性に優れたシステムとなっている。なお、これらのレーダーは、低高度から中高度に対するセンサーであり、高高度、遠距離目標の探知には不向きであるため、当初は71式対空レーダー装置、j t p s p 5後には対空レーダー装置、j t、PS、p s p 1 4のように、より大型で強力なレーダーと組み合わされて配備、されている。ありがとうございます。